今はというと、ドラメス企画第2弾じゃん。コンセントしっかり到着完了です。ゼットラ TV をご覧の皆様、こんにちは。トレーラーガールゆうです。今私がどこにいているかというと、ここは私のお家です。今の時刻が朝の5時過ぎです。すごい眠たいです。で、今回のテーマはというと、トラ飯企画第2弾、快適なトラ飯に最適ワンタッチステアリングテーブルでお弁当を食べようということで、じゃん。この商品を使って快適なお昼を実現させようと思います。この商品、実は私ずっと気になってて、以前のトラ飯企画の時もお弁当を椅子の横に置いて食べながら動画を撮ってたんですけど、結構大変だったんですよ。どんな味か楽しみです。いただきます。私が早起きをして動画を撮っている理由は、今からお弁当を作って仕事に行くからです。なので早速お弁当を作っていこうと思います。ということで、今からお弁当を作っていきます。それでは食材を紹介していきます。今日のお弁当の食材です。これは豚肉とほうれん草と玉ねぎを炒めたものになります。昨日の夜ご飯の残り物です。あとは卵焼きを焼いて、サラダを入れて、私の大好きなちくわときゅうりをお弁当に入れようと思ってます。それでは早速作っていきます。ではおかずが揃ったので、今からお弁当箱に詰めていこうと思います。お弁当が完成しました。では、お弁当を持って、お仕事に行ってきます。車内に乗り込みました。今日のお昼は、これを使ってご飯を食べたいと思います。すごい楽しみです。それでは、今からお仕事頑張ります。ということで、昼になりました。やったー。早速お弁当を食べていくのに、このステアリングワンタッチテーブルをハンドルにつけてみます。
もついた。お、しっかり装着完了です。めっちゃしっかりしてる。こんな簡単につけれたのに、安定感もバッチリでフィット感もバッチリで、めちゃめちゃ簡単でいい感じです。それではこの上にお弁当を並べていきます。今日の朝作ったお弁当です。いい感じ。あのちゃんとした机になってて、いつもこう横向いて横にお弁当を置きながら食べてたんですけど、前を向いて机の上にお弁当を置いて食べれるのがすごい楽しみ。え、絶対こっちの方がいい。それではもうお腹はペコペコなのでいただきます。ではお弁当を開けていきます。結構広いんですごい使いやすいです。お茶も置きやすい、広いから全然邪魔にならへん。それではいただきます。今日はマヨネーズ持ってきました。サラダはマヨネーズで食べます。机が広いからいろんなものを置ける。卵焼きからいただきます。卵焼き、おいしい。玄米ご飯、玄米ご飯は栄養がいっぱいあって体に良いって聞いたので、もうずっとお弁当には玄米ご飯を入れていきます。マヨネーズをかけて、ちくわきゅうり。私ちくわが大好きで、お弁当にいつもちくわ入れてきてます。おいしい。このテーブル、お弁当以外にも日報を書くときに使ったりとか、これからいろんなことに活用できそうです。この机の高さもすっごいいい高さで、めっちゃ食べやすいです。この高さ、低すぎず高すぎず、ちょうどいいとこにお弁当が置けるからすごい食べやすいです。では次はサラダ食べていきます。今日のサラダの具材はブロッコリーにプチトマトにレタスにキュウリにカイワレ大根ともやしが入ってます。なんでもやしが入ってるかっていうと、今日の夜ご飯に冷しゃぶサラダを作ってきたので、その冷しゃぶサラダの材料をお弁当に入れてきました。完食しました。美味しかった。お腹いっぱい、ごちそうさまでした。この机の感想はというと、私は100点満点中100点でした。まず取り外しも簡単やし、つけるのも簡単やし、そこまで重すぎひんし、で簡単にフィットもするし、安定感もあるし、もう申し分ないと思います。で、あとこの大きさも全然狭すぎずでかすぎず、お弁当を置いても少し余裕があって、で水筒も置けるし、すごいいい大きさやと思います。あとカップラーメンとかお味噌汁とか食べるときとかすごいいいと思います。ぜひ皆さんにもおすすめしたいです。ということで、ジェット井上のステアリングワンタッチテーブルをご紹介しました。皆さんもこの商品が気になるとかいうのがあれば、ぜひお伝えください。いろいろチャレンジしていきたいと思います。おしめだと思って飾っているわけで、本物のスワロを入れてるんです。え、スワロなんですか。すべてスワロですね。では最後までご視聴いただきありがとうございました。今日はこの辺でチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ではまた次
次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。